にちは、グルメリポーターの大坪と八谷と役武です。今回は私たちがタクシーのおすすめするお店や地元飯を紹介します。最後まで見てね。それではおすすめグルメ行って D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 。このお店は着駅から徒歩1分の場所にあり、テイクアウトができます。では行ってみましょう。私がおすすめするのはこのパニーニです。いつも出来たての状態で提供してくれるので、温かく、そして何よりボリュームがすごいんです。お腹が空いている学生さんに一番おすすめできますね。このお店のおすすめメニューを教えてください。はい、おすすめメニューはこちらです。すごい美味しそう。佐賀県産の佐賀本舗を使ったかき氷です。いちごの香りがすごくしていて美味しそうです。ではいただきます。いちごの香りがとってもしていて、練乳がとても甘くて美味しいです。このサイズで380円はとても安いと思います。学生さんにもすごくおすすめできますね。はい、では、コクスポに来るお客さんへ向けて一言お願いします。はい。各駅近くでテイクアウト専門店のをやってます、ティーライフです。かき氷の他にも、ソフトクリームとか、佐賀県産の若鶏を使った唐揚げなどご用意しています。ぜひ皆さんお立ち寄りください。いかがでしたか。私たちもよく行くお店です。地元飯を食べて試合でも頑張ってください。以上、おすすめグルメ行ってティーでした。